バイオ2続きをやっていきます。で、前回はどんな感じで終わったんでしたっけ。あ、黄緑色の警察署の鍵をゲットしたところか。じゃあ黄緑色の鍵使える場所に進んでいきたいと思います。こっちの先あんまいい思い出がないんだよな。リッカーが急に出てきたり。ここだね。よし、これで鍵の使える場所は全部開けました。ゾンビはいないみたい。で、確かここは謎解かなくちゃいけないんだよね。ここの絵には馬車に乗った男が描かれている。車輪の部分に何かはまっている。クイーン、キング、ジャックに命の火を灯すとき馬車は走り出す。ああ、そういうことか。火をつけなくちゃいけないからライター持ってこなきゃ。はい、ということでライター持ってきました。使うとこれで自由に火がつけられんのか。クイーン、キング、ジャックだから12。そう、トランプの数字のことだよね。クイーン、キングで最後11。ジャック、ジャック、ジャック。これでポロリと。うわ、びっくり。これだけ取ってさ、すぐに出ちゃおうか。はいはいはい、残念でした。あいつとは戦いたくないね。超びっくりするやんけ。いや、こっちの壁から来たよね。いや、まだ中にいんのかな、バカだから。うわ、嘘やんけ。ちょ、壁壊したらもう何でもありですやん。どうしよっか。一応ボウガンだけ装備しといて、この広いところでうまいこと巻きますか。オッケーオッケーオッケー。え、なんあいつ、あいつなんなん。いや、いいんすか。歯車とクランク、あとグレネードランチャーにしとくか。そうだよね、やっぱりここにいると思ったんだよ俺は。それじゃあクランク部屋に行きますか。ここのリッカーのことだけは絶対に忘れない。はい、ここに来ましたよ。で、壊れてるっぽいから、どっか歯車使うとかじゃないんだっけ。この歯車ってどこで使うんだっけ。ここじゃないんだっけ。大きいが時計などに使われているものっぽく見えるよっていうことだよね。多分ここで合ってんだな。これで確か階段を下ろすんでしたよね。すげえ軽そうに回すよね。上で使うのか。で、クランクはもう必要なくなったと。ただね、タイラントでしたっけ、タイラントさんが壁を壊して登場できるってなったら、もう常にね、警戒してなくちゃいけないゲームになっちゃったね。ここか。で、スイッチを押していいや。あー、はいはい、もう半分がゲットできた。なるほど。
おお、嘘やんけ。おかしいおかしいおかしい。あ、痛い。逃がしてよ。壁破壊だけじゃなくてね、手すりよじ登りもする。まず組み合わせとくか。オッケー。あー、来そうだ。これ壁破壊で来る。壁破壊来いよ。うおよかったシェリー、無事だったのね。私は大丈夫よクレア。よくここまで来たなお前、すげえわ。話しかけることはできないみたいです。それじゃ残り1個、まあ、つけたら何かしらのイベントが起きちゃうとは思うけど。奥に部屋か、それともアイテムが置いてあるだけ。まだ奥がありそうだね。所長宛てのメール。なんでこんなとこに隠してんだろう。ブライアン・アイアンズ所長殿、スターズの隊員ウェスカーのバカな裏切りで洋館は爆破された。だがウイルスの研究に支障がない。問題は生き残って洋館を脱出したスターズの隊員クリス・ジル・レベッカ・バリー・ブラッド。連中が証拠を持ち帰っていれば極秘に処分し、事件が表沙汰にならないよう彼らの行動を規制し十分に監視してもらいたい。連絡役は今まで通り妻の、ああ、これバーキンからの、はい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 。 G ウイルスも間もなく完成するよと。そうすれば私は間違いなく幹部になれる。へえ、今が用心の時だ。これもなんか読んだことあるね。G ウイルスを横取りしようとスパイを送り込んできた。 G ウイルスが横取りされてたまるか、不審な人物が街に入り込んでないか、まあ、警戒してもらいたい、まあ、どんな人間でもまあ警戒しとけよっていうことだね。マップを見とこうか。この先どうなってんだ、行き止まりか。エレベーター、下へと通じてる。あー、おいで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 。 I'm going down there. Stay here and wait for me, okay? いやー、やめとけよ、連れてけよ。いやー、このプレイヤーの気持ち的な問題だよね。少しでも登場キャラが常に多い方がプレッシャーが和らぐというか。なんじゃここ、気持ち悪っ。マップはこれどこ。いや、知らねえとこ来た。タイラントいそうなんだけど。あれこれ、え、いや、やっぱ知らないとこだ。なんだこれ、警察署だよここ。いや、ほんまですか。ついに来たな。Not bad girl. 大したものだ。Not... 所長、だが誰一人この町から逃がさん。みんな殺してやる。落ち着いて。何があったの。黙れ。お前に私の気持ちなど。アンブレラめ、私の町をめちゃくちゃにしようって。それが今まで尽くしてきた私への仕打ちか。アンブレラに手を貸してたのは本当だったのね。じゃあジーリスのことも知ってるわね。知っているさ。人間の進化を促すウイルス兵器だよ。 T ウイルスなど比べ物にならん。ウィリアム・バーキンの芸術品だ。ウィリアム・バーキン？彼の娘がその辺にいたな。確かシェリーとか。
もっといいことを教えてやろう。お前が知りたがっている G はもう署内にいる。 G の怪物がな、もう誰にも止められん。おーん、アンブレラも大騒ぎだろう。お前も私もみんなここで死ぬのだ。この声、くちゅくちゅしてるよ。あん、あ、断末魔が聞こえましたということは、彼はきっともう助からないでしょう。早いとここの部屋を、何これ、解体場みたいなさ、なんかあるよ。あー、硫酸弾、今いいね。てかすごくない、硫酸弾さ、すごい弾入るんですけど、すげえすげえ、どうなってんの。あれか、グレネードランチャーの、まあ写真はこれだけど、ドラムマガジン的なそんな仕様になってんのかな。ホルマリン、クロロホルム、怪しげな薬品が並べられている。テーブル、真ん中のテーブルもノコギリが置かれている。血はまだ新しい。誰を解体したんだよ。もっとなんかないか。気味の悪いものが並んでる。ここは、もしかして下に降りられるタイプですか。はしごっぽいのがだよね。待って待っていや、こんな死体が吹き飛んできたところに降りられますか。ここ降りるとどうなんの。まあ行くしかないか。ガンガン進んでしまいましょう。わからん。シェリーのことが急に心配になった。そしてこの先セーブポイントはあるのか。まだ G が近くに。これだ、これはウィリアム・バーキンだ。いやー、やば、あ、やばい、おお、でかくなった。だが今の私にはグレネードランチャーがあるぞ。このグレネードランチャー威力は半端ない。味わってみるか。よいしょ、痛い。結構撃った、6発くらい撃ったら、多分もう音楽が止んだ時点で勝負はついてたんだね。ただ一撃もらっただけでこの体力か。まあ、攻撃力はなかなかのもんでしたよ。さあ進みましょう。あいつをグレネードランチャーで簡単に倒せると分かれば何も怖くないね。はしごが来た。シェリーの様子は見に行かなくて大丈夫か。大丈夫かな。今シェリーの様子を見に行かないことによって最終的にバッドエンドとかになったら、それは嫌だよ。これはどうなっているんでしょう。降りて大丈夫そうだね。いや、水ん中怖えから。ああ、シェリー連れてこいって。よかったよかったよかった。ああ、よかった。無事だった。かわいい。この子の父親が G ウイルスを？どうしたの？
何でも。それより出口を見つけたの。きっと町の外に出られるわ。ここにいるより安全よ。でも、そうだ、俺がきっと守ってやる。でも私から離れちゃダメよ。さあおいで。セーブはその後だ。よし、早いとこ地下の入り口に行こうじゃないか。どうした？さあ行くわよ。いいね、行動力のある子供だ。え、何回？静かに、静かに、静かにして。まだバレてないから。今だ、行くぞ。怖っ。うわ、水浴びてねえかそれ。え、うお、嘘やん。シェリー、 Where are you? シェリー、シェリーが引っ張られた。ここ水門が開いてる。とりあえず俺はセーブをしたい。こっちか。アイテムがいっぱいだ。この先、毒蜘蛛が出てくるんじゃないかな。ここのマップって持ってんのかな。何も持ってないね。ああ、よかった。はい、ということで今回この辺にしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。次回はこの続きからやっていきたいと思います。それではさようなら。バイバイ。